皆さんこんにちは。先日久しぶりにオープンした美術館に生徒さんたちと一緒に伺いました。ちょうど酒井抱一の牛の絵が出ていましたので、今日は皆さんと一緒にどのようにして墨絵で描くかやってみたいと思います。今こちらは筆に濃い墨をつけて鼻先から描いています。鼻先の次は目、目の次は額を描きます。次に下唇を描いて大きく立派な頬を描きます。コントラストをつけるために薄墨を筆先に取り、耳、そして角を描いていきましょう。どうですか？少しずつ牛の顔らしくなってきましたか？では次に牛の喉の部分を描いていきましょう。丁寧に側筆を使って牛の毛並みの光っているところを描き表します。古典作品では牛の喉の部分は波打った線で描かれていますが、ここでは分かりやすいように一筆で描いておきます。次に肩の盛り上がりです。この牛の絵の中で一番面白みのあるところですね。今度は牛の背中に子供が乗っています。子供を描いてみましょう。これは揚げ巻きと呼ばれる子供のヘアスタイルです。頭の上に2つお団子を結っています。これは後頭部です。それでは順次着物を描いていきますね。後ろを向いている姿なんですね。子供を乗せる場所が定まったら、次に牛の後ろ足を描いていきましょう。後ろ足の場所が定まると、お尻の位置がわかります。全体のバランスを見ながら、お腹を描き込みます。さあ、ここからは4本の足を描いていきますよ。なるべく筆の水分を取って濃い墨で描いていきます。膝や肘など関節を強調した描き方は、紙の上で筆をピタッと止めることで作られます。もう片側の足のももの部分です。牛の足は太くてしっかりとしていますね。筆の線を重ねて一本の足に見えるように描いていきますと、足に重みが出て牛らしい絵になるんですよ。前足です。前足も関節の部分に気をつけながら描いていきましょう。蹄が2つに割れているように描くのも、牛らしい表現ができてとてもいいですね。向こう側の前足です。せっせと歩いていて上に蹴り上げています。次に尻尾を描き込みます。これはこの牛のための手綱です。子供が手に棒を持っています。画面の右横に柳の木を描きたいと思います。枝が大きく振りかぶっています。木の全体を整えます。
地面を描いていきます。筆を横に寝かせ、横や縦など様々な方向に変化をつけて描いていきましょう。ここでは柳の枝に紅白の持ち花をつけてみました。ではいかがでしたか。墨絵を描く楽しさ、皆さんにも感じていただけたでしょうか。このビデオの後編では実際にお稽古した生徒さんにアドバイスを差し上げていますので、どうぞご参考になさってください。